ママちゃんでございます。今回はですね、ワンちゃんから嫌われている人の共通点をご紹介したいと思います。嫌われる要因っていうのはですね、たくさんあるんですけども、その中で一番ね、一番はワンちゃんに対して意図的に、もしくは無意識的に、苦手だな、嫌だな、怖いな、なんだこの犬は、だとか、そういう、まあ、ネガティブな感情を思ったり考えたりすることでございます。それが一番ですね。はい。で、これを思いながらやったり行動したりするとですね、瞬く間にワンちゃんに大嫌いになります。ね、嫌われます。本当に嫌われます。で、逆に好かれている人はですね、そんなこと一切思わずに、その子のためにね、グルーニングだとかね、可愛がってあげたりとか、おトイレ掃除したりとかね、糞の処理をしたりとか、お散歩ね、一緒にしたりとかするわけでございますね。そのやっている時にですね、で、それらをやっている時に、こう、この犬がなんだかんだとか思いながらやるのは逆に難しいです。で、やれない。まあ、やろうと思えば、こう、無理してね、うって考えながらやれると思うんですけど、普段何気なくこうやってる中で、そんなこと考えながらやるっていうのはね、至難の技でございます。はい。で、本当に嫌いな、ね、嫌われてる人は、もう嫌いに思ってるわけです。はい。まあ、これはワンちゃんに限らず人間関係もそうでございますね。話してたり、こう、仕草、雰囲気で分かりますね。我々人間も。あの人俺のこと嫌ってんな、私のこと嫌ってんなって分かりますね。それと一緒なんです。それと一緒。ね。嫌ってるのにこっちが好きになるなんて絶対ないですね。ないです。ほぼない。まあ、ちょっと、特集は除いてないです。ね。人間関係の場合はね。ただ、ワンちゃんの場合は、ゼロです。ないです。ね、嫌ってるのになんでこっちが好きになるんだろうって、ね、はい、それがもう無意識だとか意図的にだろうか、はい、ね、これはね、もうね、ワンちゃんはですね、もう読み取る力っていうのが本当にね、ズバ抜けてます。だからワンちゃんはですね、こう日頃生活している中では、人のですね、自分より上の人の仕草だとか癖、まあ、言葉の癖、動作の癖ね、雰囲気で、その時考えている時の、まあ、オーラとか雰囲気っていうのも全部こう覚えるわけですね。読み取ったりするわけです。はい。で、この人今私のこと嫌っている、雰囲気出してるなとかね、こう全部読み取るわけですね。もうザ・メンタリストです、ね、全部の種類のワンちゃんはもうザ・メンタリストです。もう読み取る力もう半端ないです。すぐ分かります。はい。ね、これはもう本当にわかると思うんですけど、飼ってる方ならね、よくわかると思います。例えばね、ちょっと、お腹が空いちゃったな、ね、冷蔵庫でお菓子取ってこようって思って行ったりすると、ワンちゃん空いてきたりとかね。なんかくれるよみたいな感じで空いてきたりするわけです。普段はなんかもう全然ついてこないのに、なんでこの時だけついてくるのみたいな。ね、それは、飼い主さんがそういうの思って、ってやって行動してるから、それを読み取られるわけです。ね。はい。なんかこう読み取る力っていうのはもう飼い主さんね、我々人間よりも数段上ですから。ね。で、だから、まあ嫌われている人共通点に対しては、負の感情を抱いてるから嫌われるわけです。ね。家族の中でね、あの人だけ嫌われる、私だけは大好き。ね、あると思います。で、その人に尋ねてもね、ワンちゃんのことなんか変な風に思ってるでしょうって。ね、こう人同士であれば平気で嘘つかれたりしますね。いやいや、俺ちょっと言ってるよとか。いや、私ちゃんとやってるよ。って言ってもね、内心では無意識的に、いやいや、苦手だなって。こいつだって俺のこと嫌ってんもんとか。ね。ね。そういうの絶対あるはずなんですよ。ね。本当に嫌われてる。ね。場合はね。はい。嫌ってる場合はそういうふうに思ってるわけです。口では何とでも言えますけど。ね。ただワンちゃんはもう、嘘をすぐ読み取りますのでね。はい。だから、嫌ってんな、あ、私のこと本当に嫌ってんなって思ってる方に対しては絶対好かれません。ね。もう吠えられたりとか、
近づいてきたら、お前私のこと嫌いの何近寄ってんだよ、うーとこう唸ったりとかね。でそれがずっと続くと、もう今度噛みつかれたりとかしてしまうわけでございますね。はい、これが共通点でございますね。ワンちゃんから嫌われる人の共通点でございます。はい、ね、ご参考になりましたでしょうか。で最後に、ね、補足で、あのインスタの方にですね、まあ、30秒ぐらい動画をちょっと上げます。でその動画はですね、私が他のワンちゃんに対して疲れている動画でございます。はい、私は常にあのワンちゃんに対しては、まああのまあ、可愛がったりとか、まあ、慕ってたりしますので、嫌われたりっていう行動はないです。ないです。こう、うーっと唸られたりとか吠えられたりとかないですね。はい、ね、この子たちを毎日のようにこうし、ね、あの飼育しているから可愛がってるから好かれてんじゃねえのっていうわけではないです。本当にあの内心で思ってるから他のワンちゃんにも好かれます。その動画をね、インスタの方で上げますので、補足動画でございます。30秒ぐらいね、よかったらそちらも見ていってください。そちらで解説とはしてませんね。疲れている動画っていうだけです、ね、よかったら見てください。ご参考になりましたでしょうか。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。